皆さんこんにちは。もうちょっとね、労務士試験が始まりますよね。で、担当の方は終わりました、ね、でどうでしょうか、ね、いろんな、まあ、コースがあるんですけども、今回は担当ワイド、ないしは論文ワイド、単体で今回売り出すんですね。で、論文ワイドの方は論文の問題を見て、まあ、本試験の問題を見て解き方ってやっていこうかなと思っております。で、これが8月4日水曜日から始まっていくんですね。で、それで論文とちょっと違うんですね。テキストは似たものを使うんですが、ネスレジメでやってまいります。ただこちらの方、担当ワイドね。で、私2年目はずっと担当やってきたんですけども、まあ時間の問題があったんでやらなくなってしまったんですね。で、今回これ担当ワイドになって単数は違うんですね。まず一番大きい特徴は年内終了です。卓上の勉強って年内に終わらないと間に合わないってことになるでしょうね。で、さらに次で担当アドバイスを使ってやってまいります。レジュメではないんですね。今膨大になってしまってるでしょ。いわゆる電話帳みたいになってしまって、まあ、辞書ですかね、言ってみたらば。でもこれをちゃんとやることによって、多分どんな担当の問題だろうが、かつね、論文の問題についても多分解けるようになるんだと思います、ね。ただ使い方が悪いと、単にね、あれ全部終わらないってことになってしまうんですね。あと3つ目、回数が適切かつ妥当です、ね。一見見ると多いかなっていう感じがするんですよ。ただね、担当どうかな、特地で11回で終わりますかね。かなり変わってるでしょ、今回ね。で、あるいは衣装に置いて昔の制度をずっと説明して終わりますかね、通常回数で、ね。で、今回特地で11回のところが17回になってるんです。で、こんな感じでやるとちょうどね、終わるんですね、パチッと、ね。で、さらにここに書いてあるように、一番特徴は暗記ではないって言ったんです。で、全ての問題について論文的な思考で解いてまいります。で、そこをやることによって多分ね、論文につながるんですね。で、自分そうでした、ね。まあ、ブログに書いていたりするんだけど、担当苦手だったんですね。で、3回ほど落ちました。落ちてもう1回検証したんだね、4年目の時にね。で、担当からやり直しをしたんですよ。で、単に暗記してるだけって気づいたんですね。で、どうやったかというと、論文的に全ての足を解き直したんですよ。ただこれなかなか説明しにくいんだよね。で、いろんな方と今面談やっています。でやると必ずね、担当って条文で切るんだって言って終わるんですよ。間違ってはいない、確かに条文の試験だからね。だから全て暗記できるんでしょうかというと難しいわけですよ。じゃあどっかで切るんでしょうかね、うん。まあ、言ってみたら条文の趣旨であったりとか成り立ちなんですね。そこから切っていくんです。ただその勉強って論文的な思考がないと切れないんですね。で、自分の思考としては論文の担当の問題については論文的にいつも教えています。で、逆にこのね、論文の問題は担当的に解くんですね。特に最近の問題はそうでしょう。ただ今年はちょっと分かんないかもしれませんね。もしかしたら昔みたいな問題が出るかもしれません。特許実用者が出てしまったらこれすごく難しいので、結構これ本試験って分かりませんからね、そこはね。で、この2つ、ね、検討していただいても良いのかもしれません。で、ここに上がっているように担当を学習することによって論文の点数が上がっていくというのが一番の願目になります。それは勉強の仕方が変わったってことになるんですね。そうなると一点パッと上がりますからね。ぜひそうなっていただきたいと思っております。あとですね、個別指導のほどが個別相談会やっているんですけど、8月8日もう全部埋まってしまっているんですね。で、残っての8月14日あと数枠ですかね。で、このことについてもしね、お問い合わせの方はぜひ渋谷駅前本校の方にお問い合わせになっていただきたいと思っております、ね。お待ちしております。